シャルルクロス、または、クロは、19世紀フランスの詩人、発明家。象徴主義の運動に加わり、ナンセンスし、燻製二神が広く知られる。オルタンシウス・エミール・シャルルクロスとして、南仏オード県のファブルザンの町で、祖父、父ともに教授という学者の家系の三男に生まれる。学校には行かずに、父の家庭教育によって、ドイツ語、イタリア語、ギリシャ語、サンスクリット語、 ヘブライ語や、数学、科学、哲学、医学、音楽などを学んだ。後に、長兄は医者、次恵は彫刻家となる。18歳の時に、パリのローア学校の教師となるが、2年後に解雇。独学で医学を学びながら、文学仲間と付き合うようになる。1867年25歳の時、パリ万国博覧会に自動電信機を出品している。 26歳の時に、ニーナとビアール夫人の芸術サロンに出入りするようになり、ニーナの影響で試作を始める。アルティスト氏に処女作を発表し、1869年に第2次現代高等詩集にも作品が採択された。1870年の不仏戦争において、プロシア軍の砲撃で、レンナ街の家の屋根が崩れ落ち、クロスたち3兄弟は、 サンジェルマン王通りにある古い友人であるベルレーヌのマチルド夫人の母の家に移る。クロスはこの家でマチルド夫人のイフケーシャルルとシブリと共にルビーやダイヤモンドの人工宝石の実験に没頭していた。マチルド夫人によるとこの実験は成功してルビーを製造したが本物よりも費用がかかって実用的ではなかったという。またこの時期に死繍 白弾の小箱に後に収められる作品を執筆していた。その後、パリコミューンにより、軍医として任命され、負傷者の治療に当たる。クロスは、画家のペテーヌと共に、セギエイのアパルトマンを借りて移っていたが、コミューン敗退後の1871年9月に、ベルレーヌと共に、アルチュール乱暴に対面し、一時期乱暴少年は、クロスの部屋に同居。 わずかの後に仲違いして出ていくことになる。またこの10月には、ビアール夫人のサロンの高等橋神らのグループ、ハレンチカンたちの中で先鋭的で、コミューンにも同調する者たちによる新集団、セルクルジュティックを組織する。これには、ベルレーヌ、ランボーなども加わり、最年長の音楽家、エルネスト・カバネルの部屋に集まっていたが、 指導的立場だったクロスは1ヶ月で脱退する。1872年の文芸復興誌に、燻製二神が発表されると評判になり、独特の入れてウングランドミュールブラン、ニュー、ニュー、ニューのような表現が流行した。1873年に、刺繍白断の小箱が刊行され、燻製二神もこれに収められる。燻製二神は、 大いかのパリであるヒリラダンが一匹の燻製ニシンを持ってベルレー抜けを訪れ、そこに来たクロスがこのニシンを天井から吊るし、それを眺めながら作ったと言われている。1867年に科学アカデミー宛に色彩、形態、及び運動の記録と再ただしに関する方法という論文を送っており、1869年にはフランス写真協会に色彩写真に関する 三色写真法研究成果を報告している。しかしちょうどクロスの二日前に、ルイ・デコデオオーロンというものが同様の報告をしており、特許もオーロンが持っていて、クロスは激しく失望した。しかしクロスはその後も色彩写真の研究を続け、1880年頃には高度な写真技術を開発していたことを示す写真も現存している。 また1877年頃から、ショーヌ公爵という自身も発明好きというパトロンがつき、ソルボンヌ街の実験室を借り、後にサルト県サブレの城に実験室を作った。1877年にパレオホーンと名付けた蓄音機の説明を科学アカデミーに送る。クロスはトーマス・エジソンが同じような実験をしているのを知っており、自分の発明の優先権について、 宣伝に努めたが、エジソンは1877年の7月にイギリスで12月にフランスで特許を取り、翌年3月にパリの科学アカデミーで蓄音機の動作テストを行って成功し、成功はエジソンの手に渡ることになった。他に27歳の時に優勢感の通信法についての研究という火星や金星と強力なライトで更信するというアイデアの論文を書き、 友人の天文学者、カミリー・フラ・マリオンの勧めで1869年に講演を行っている。コクラン陸軍士官学校の歌劇、君政二神の広告エジソンに負けて以来クロスは失意の日々となり、叫びたりの生活を送る。文学者の集まる酒場、ルシャノワールで、しばしば客たちの要請に応じて、君政二神を朗読したとも言う。ビアール夫人とは、 親密な関係を保っていたが、1877年に決裂し、クロスは翌年結婚した。ベルレーヌとは離婚騒動の際に不仲になり、クロスの評価には加わることはなかった。1884年に出版された J.K. ユイスマンス、坂島では、1874年に新世界評論誌に掲載した短編小説恋愛の科学について、 ビリエド・リラダンに比較して、その科学的変質、取り済ました、ユーモア、ふざけた、冷ややかな観察などによって、読者を煙に巻くことに成功していたけれども、その書き方に、ある致命的な欠陥があったので、面白みは半減するしかなかった。と評されている。1888年に、クロスは、パリで他界し、モンパルナス墓地に埋葬された。死後三十年を経て、 アンドレ・ブルトン・ラ・シュルレアリストによって再評価され、ブルトン・黒いユーモア選集では、詩人として、学者としての彼の使命が一体化しているのは、彼が常に自分の目標を自然から、その秘密の一部をもぎ取ることに置いていたという点に基づいている。と紹介された。息子のギー・シャルル・クロスも詩人。福田博次第、シャルル・クロ、詩人にして科学者、詩、蓄音機。 色彩写真彗星者、2014年。ボーパスさんが1879年に、黒ベールに当てた手紙に似た文体が使われている。ニーナは1884年に42歳で、発狂して死亡し、クロスはニーナに捧げる三編の詩を残した。渋沢達彦役、坂島、川で処方新車2002年、P267、山中チルー役、黒いユーモア選手。 川で処防審者2007年、ありがとうございます。